皆さんこんにちは、JJ1HK です。お久しぶりです。今回は、視聴者参加型企画を実施したいと思います。その名も、自分のお気に入りリーグの紹介。ということで、えー、やっていきたいと思います。えー、概要ですけれども、視聴、 自分がアマチュア無線のやっている皆様のお気に入りを YouTube での動画で公開し合うということでそんな感じでやっていきたいと思います JJ1HK はスタンダードの VX6 がお気に入りです中古で買ったので地面にホイップが 曲がっていますが使える分には問題ないので大丈夫ですね VX6 はスタンダードバーテックス,スタンダードの 5W ハンディ144と 430MHz のザスタンダードっていうべき、えー 無線機ですね。ハンディー機です。特徴としては、一応、トーン系の機能が充実していて、トーンスケールチとかも搭載しているので、w i r e ズ1 0のアナログノードに接続することができます。あくまでもデジタルではないです。ここが重要ですね。アナログ全般、基本的に FM の送信が可能で、その他,その他にも AM、AM、 いやワイド FM の受信で抗体機受信の機能も搭載しています。天気、バーテックススタンダードの中でもアナログだったら唯一かなと思うんですが、天気を搭載しております。一応ここからいろいろな設定を呼び出せるんですけれども、これが 欠点ということになるかもしれませんが7セグほぼほぼ全て7セグでいろいろ情報を表示するのでその点設定がしづらいっていう点で使いづらいっていうことも使い勝手が悪いっていうこともあるかと思いますしかし設定はあんまりいじらないでそのままシンプルに送信受信で楽しむ人ならえー、いいんじゃないかなとも思うんですが 設定できる数が多ければ多いほどそれに比例してき使える機能も増えてたりもするんで意外とねあいろいろできたりもしますここのインジケーター受信し,している時は緑何も受信しない時は何もつかないで送信している時は普通は赤なんですけれどもその他にもえーどこだったかな どこにあったか忘れてしまったんですけれども白色の LED が一応搭載されていてですねこれかなランプここじゃないかここだかなおこのように懐中電灯代わりにできるということでは アウトドア性が高いかなって思います一応 IP57 だったっけなそこら辺の防水防塵なのでまあがっちりしているので普通にガーンって落としても普通は大丈夫だと思います一応ここのキャップもあるんですがハンドマイクが欲しいと思ったんですけどハンドマイクが4000円くらいするんで高いですよねそんな感じでしょうか 一応、この天気、なんだっけな、手袋をつけながらでも押しやすい配置になっているそうで、つけながらやったこともあるんですが、地味に小さかったりもします。まあ、そんな感じでしょうか。まあ、普通にね、コンテストとかでも多用するんですけど、ハンディー機なので、ごわっとガンガン出していると。 1>, 1時間ずっとバーバーやってると熱くなってしまいますがそれはまあハンディー機なのでこのハンディー機でこ,これまで4回くらいコンテストに参戦してきたのでそういう意味では頑張ってくれたなと思いますえー、それでは視聴者参加型企画私のマイリーグお気に入りリーグ紹介、えー、JJ1HK はスタンダード VX6 でした ご視聴ありがとうございました。皆さんぜひ気軽にご参加ください。ありがとうございました。